こんにちは。お天気をお伝えします。こちら札幌は青空が広がり、今日は晴れやかな成人の日となっています。ただ穏やかな天気は今日までとなりそうなんです。午後のポイントです。実は嵐の前日なんです。明日からの荒れた天気に備えて、今日の穏やかな天気は有効に使いましょう。ではまず午後の天気と気温です。天気は穏やかですが厳しい寒さでしょう。札幌の気温はこの後も0度に届かない予想です。日本海側では所々で雪が降りますが、降り方は弱いでしょう。積雪の多い地域では今日のうちに除雪作業を進めておくと良さそうです。明日は一気に雪の量が増えそうです。明日の雪と風の予想です。まず画面左、明日昼ごろから道南で天気が崩れ始めます。暖かい空気が入り、湿った雪や雨の混じるところもありそうです。画面右、夜になると雪雲は全道に広がります。特に太平洋側に活発な雪雲がかかり、風も強まってきそうです。明日夜から明後日にかけて太平洋側では50センチ以上のドカ雪となる恐れがあります。今日のうちに大雪や猛吹雪への備えをしておきましょう。湿った雪による電線着雪や風の影響で停電の恐れがあります。懐中電灯やラジオ、電気がなくても暖を取れるように石油ストーブなどを用意しておきましょう。車で移動する予定のある方は、車内に防寒着や毛布、スコップなどを用意しておくと安心です。また雪や風が強いときはむやみに外出しないことも一つの選択です。変わって今の帯広です。現在積雪3センチですが、明日は一気に雪が降るでしょう。週間天気です。太平洋側では明日の夜から明後日の午前中が雪や風のピークとなりそうです。日本海側やオホーツク海側では荒れた天気が長引くでしょう。金曜にかけて断続的に雪が強まり、風の強い状態が続きそうです。